かつて暴力に明け暮れた時代があった。強い者が弱い者をねじ伏せ、暴力の恐怖が支配する社会。暴力は暴力を呼び、根拠のない憎しみは連鎖する。しかしある日、この連鎖はたった一人の男の手によって断ち切られた。彼の名は慶喜。この町で一番強いやつは誰だ？ヤシロさんっす。おいと、はい、この町のトップは誰だ？ヤシロさんっす。おいと、はい、この町で一番モテるやつは誰だ？ヤシロさんじゃないっす。ムツヒトさんっす。彼は気づいたのだ。愛なき人生は無意味であると。モテたい。そして新たな王者決定法が彼の手によって作り出された。そろそろスタンバイお願いします。はい、はい、はい。岸辺さん、そろそろ行きますよ。ああ。岸辺さん、俺らもう出番なんで行きますよ。ああ、分かってる。どうぞ。しゃー、しゃー、いずれ、あー、しゃー、しゃー。